はい、今回はこの大型のがスズメガ、エビガラスズメっていうねスズメガを紹介していきたいと思います。まあ、このスズメガなんですけど、まあそんなにすごい珍しいとかではないんですけど、この個体に関してはすごい珍しい特徴を持っているので今回紹介したいと思います。その珍しい特徴っていうのは口にありまして、普通口って蜜とかを吸うために1本だけあるんですね。なんですけど、この尾がよく見てもらうとわかるんですけど、こんな感じで口が2本あるんですね。横から見るとこんな感じになっております。はい、こんな感じでね、ちゃんと口がね2本ついてることがわかったんですね。これはまあ普通に奇形だとは思うんですけど、まあ珍しいなと思ったのでちょっと動画にしてみようと思いました。ご視聴ありがとうございました。はい、久しぶりの投稿でしたが、まあこんな感じでね、虫の動画をねこれからも上げていくので、ぜひチャンネル登録とかね高評価とかよろしくお願いします。ちなみにこの今映ってるのはクチバスズメっていうスズメガですね。はい、ご視聴ありがとうございました。